がっつり焼肉炊き込みご飯を作ります。ボウルに牛切り落とし肉 100g、 ごま油大さじ1を入れて混ぜましょう。炊飯器の内釜に米2合と焼肉のタレ大さじ5、水適量を入れて混ぜましょう。豆もやし1袋と牛肉を加え、平らに広げたら通常炊飯します。炊き上がったら混ぜて、刻んだ細ネギ適量、白いりごま適量を加えて混ぜましょう。器に盛り、お好みで温泉卵、糸唐辛子を乗せてお召し上がりください。